はい、こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさんなんか、車の中にいるんではないですかと思いのあなた、正解でございます。正解です。ですね、今日伝えたいこと、まあ、今日は何についてお伝えさせていただくかと言いますと、ちょっとですね、今、まあ、本当に今、リアルタイムで動画撮ってまして、今6時46分なんですけど、まあすごい今ちょっと徹夜明けでですね、まあ今ずっと仕事してたんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、今日何についてお伝えさせていただくかというとですね、上手な断り方について、まあちょっと伝えたいなというふうに思いまして、やっぱりですね、人間こうなんか誘った時に、それは嫌だわとか、無理だわそれはとかって言われると、すごい嫌な気持ちを感じてしまうわけですね。なので、まあ交渉というか、こう仲良くするためにも、その人と、まあビジネス相手だったりとかですね、まあまあこの人と仲良くしたいなっていう人とですね、まあちょっとそれは難しいなっていうお願いされた時も、本当はやりたいんだけど、みたいな感じで言って、まあ相手をまず受け入れた上でですね、ちょっと、まあ何々だからできないみたいな形で、まあ、すごい、僕の、まあ、知ってる人ですごい上手いなと思った人がですね、あ、本当にやりたいみたいな、また誘ってほしいみたいな感じで言ってくれる人がいて、まあ、そういうのはすごい気持ちよかったので、まあ、今日もそんな感じで頑張っていきましょう。ありがとうございます。